こんにちは、アポロンのシフタイルです。今日は無添加無着色のオレンジマーマレードを作りたいと思います。ペティナイフで果肉と皮に切り分けます。指を切らないように気をつけてください。皮は茹でこぼします。これを3回繰り返してください。皮の白い部分を取り除きます。小さく切った果肉と合わせます。重量の 50% の砂糖と 25% の水で24時間マリネします。24時間後はこんなに水分が出ます。キッチンエイドのアタッチメントを使ってみじん切りにします。スイッチオン。大量に作る時はとても便利です。みじん切りにしたオレンジを火にかけます。沸騰したらごく弱火にします。濃度がついてくると鍋底が焦げつきやすいのでよくかき混ぜます。ごく弱火で混ぜながらじっくりと煮詰めていきます。かなり濃度がついてきました。このくらいの色、ツヤ、濃度まで煮詰めます。マーマレードを詰める瓶を煮沸します。煮沸・脱気のやり方は前回の動画で紹介してますので、そちらを参考にしてください。熱々のトーストにたっぷりとマーマレードをのせます。それではボナペティ。